ナンバー・アンダーライン・アイの新アルバム発表待ちに待ったソロ曲でメンバーの個性が炸裂台湾での撮影が話題ナンバー・アンダーライン・アイ新アルバムの異国情緒あふれる魅力に迫る去年の夏とは異なり今年の夏は特別なものになりそうですナンバー・アンダーライン・アイのファンである私たちにとってこの新しいフルアルバムの発表は待ち望んでいた瞬間でありその期待は日に日に高まっています 彼らの音楽はいつも私たちの心に深く響き、私たちの生活に彩りを添えてくれます。しかし、このアルバムが特別なのは、彼らがソロ曲を発表することによって、個々の才能と個性をより一層引き出すことが期待されているからです。n o ーアンダーラインアイのメンバーがどれほどの情熱をこのアルバムに注いでいるかは、SNS で公開されたビジュアルや衣装からも感じ取れます。 白い衣装は清潔感と純粋さを、黒い衣装は力強さとカリスマ性を象徴しています。特に、翔くんの覇王感は圧倒的で、神くんの男らしさもますます際立っています。岸くんの穏やかな表情も、彼の成長と成熟を感じさせます。このようなビジュアルは、ファンにとって非常に魅力的であり、アルバムへの期待をさらに高めています。また、 このアルバムの舞台が台湾であるという噂も興味深いものです。台湾の路地裏や街並みが背景に使われていることで、アルバム全体に異国情緒が漂い、楽曲や MV の魅力を一層引き立てています。台湾での目撃情報もちらほら聞こえてきており、MV 撮影のために訪れたのではないかと推測されています。このようなエピソードは、ファンの期待をさらに高める要因となっています。さらに、 このアルバムのロゴやジャケット写真も注目ポイントです。ロゴの N が丸みを帯びた形になっていることから、無限大の記号を連想させるデザインとなっており、ナンバーアンダーラインイの可能性が無限大であることを象徴しています。このような細部にまでこだわったデザインは、アルバム全体のテーマやコンセプトをより深く理解させるものとなっています。もちろん、アルバムにはリード曲だけでなく、ソロ曲も収録されています。 ファンにとっては、メンバーそれぞれの個性が光るソロ曲を楽しむことができるのは非常に嬉しいことです。翔くん、神くん、岸くんの三者三様の魅力が詰まったソロ曲は、彼らの音楽的な成長や新しい一面を垣間見ることができる貴重な機会です。バラードやアップテンポな曲など、様々なジャンルの曲が収録されていることでしょう。このアルバムのリリースに向けて、ファンの間では期待と興奮が高まっています。 特に、アルバムの発売日が近づくにつれて、SNS 上では彼らの最新情報や予告編が次々と公開され、ファンの間で話題となっています。ナンバーアンダーライン愛の音楽は私たちにとって大切な存在であり、彼らの新しい作品を待ち望む気持ちは、まさに、嬉しい悲鳴といえるでしょう。また、彼らが台湾で撮影を行ったという情報は、私たちファンにとって非常に興味深いものです。 台湾の美しい風景や街並みが MV やアルバムジャケットにどのように反映されているのか、非常に楽しみです。特に、台湾の路地裏や夜景がどのように映像に取り込まれているのか、期待が膨らみます。こうした異国の地での撮影は、彼らの音楽に新しい風を吹き込み、ファンに新鮮な驚きを提供してくれることでしょう。さらに、アルバムの制作過程において、メンバーがどのようにアイデアを出し合い、 作品を完成させていったのかも気になるところです。彼らは自らの作品をセルフプロデュースしており、そのクリエイティブなプロセスは他のグループとは一線を画しています。自分たちのやりたいことが一致しているからこそ、最高の作品を届けることができるのです。このように、No.1 アイの新しいアルバムは、多くの期待と興奮を呼び起こしています。ファンにとっては、 彼らの音楽を通じて新しい冒険に出るような気持ちです。リリース日までのカウントダウンが進む中で、私たちは彼らの新しい作品を心待ちにしています。そして、その期待が裏切られることなく、素晴らしいアルバムが届けられることを信じています。私たちは、ナンバーアンダーライン愛の音楽を通じて、多くの感動や喜びを共有してきました。彼らの音楽は私たちにとっての元気の源であり、 彼らの成長とともに私たちも成長してきました。これからも彼らの新しい音楽を楽しみながら一緒に歩んでいくことができることを願っています。アルバムの発売日が待ち遠しいですが、それまでは彼らの過去の作品を聴きながら期待に胸を膨らませて待ちたいと思います。そして、アルバムがリリースされたその日には彼らの新しい音楽を心から楽しみ、感想を共有し合うことができるでしょう。 最後に、このアルバムが私たちにとってどのような意味を持つのかを改めて考えてみたいと思います。彼らの音楽は、私たちの日常に小さな幸せをもたらしてくれる存在です。その音楽を通じて、私たちは彼らとつながり、共に時間を共有しています。このアルバムも、きっと私たちの心に深く響く作品となることでしょう。彼らの音楽を楽しむことは、 私たちにとって一つの大きな喜びです。その喜びを多くの人と共有することで、さらに大きな感動が生まれるのです。だからこそ、私たちは彼らの新しいアルバムを心待ちにし、期待に胸を膨らませています。彼らの音楽は、私たちにとっての宝物です。その宝物を大切にしながら、これからも彼らの新しい冒険を応援し続けていきたいと思います。そして、 彼らの音楽がこれからも私たちの心に深く響き続けることを願っています。さて、あなたはナンバーアンダーライン愛の新しいアルバムについてどう思いますか彼らの音楽があなたにとってどのような意味を持つのか、ぜひ教えてください。あなたの感想や期待を共有することで、私たちのコミュニティはさらに豊かで楽しいものになることでしょう。ナンバーアンダーライン愛の新しいアルバムに対する期待と興奮は、 ファンの間で日に日に高ままっていますこのアルバムのリリースを待つ間、彼らの音楽に込められた意味や感動を再確認し、未来への希望を膨らませる時間は、とても貴重なものです。彼らの音楽は、私たちの心に深く染み込み、生活の一部となっています。それが新しい作品となって私たちに届くことは、まるで新しい友人を迎えるような喜びです。 新しいアルバムのリリースが近づくにつれて、SNS や公式サイトで公開される情報は、私たちファンにとって毎日の楽しみとなっています。メンバーの姿やアルバムのジャケット写真、リード曲やソロ曲の予告編など、どれもが期待を膨らませる要素ばかりです。特に、台湾で撮影されたという情報は、アルバムに対する興味を一層高めています。 台湾の美しい風景や街並みがどのように映像に取り込まれているのか、想像するだけでワクワクします。彼らの新しい作品がどのようなストーリーを紡ぎ出すのか、非常に興味深いです。音楽はもちろんのこと、映像やビジュアル、パフォーマンスに至るまで、すべてが一つの物語を語っているように感じられます。彼らがどのようなテーマを持ってこのアルバムを制作したのか、その背景にある思いやコンセプトを知ることで、 より一層深い感動を得るることができるできしょうまた彼らがセルフプロデュースすることの意義も非常に大きいです。自分たちのやりたいことを具現化するためにアイデアを出し合い試行錯誤を繰り返しながら作品を完成させる過程はまさにクリエイティブな冒険です。その過程で彼らがどのような挑戦をしどのように成長していったのかを知ることで私たちファンは彼らに対する尊敬の念を深めることができます。 アルバムのリリース後、私たちファンは彼らの新しい音楽をじっくりと楽しむことでしょう。そして、その感想や考えを SNS やファンコミュニティで共有し合うことで、さらに深い絆を築いていくことができると思います。彼らの音楽は、私たちをつなぐ大切な意図です。その意図を大切にしながら、これからも彼らと共に歩んでいきたいと思います。 彼らの新しいアルバムがどのようなメッセージを私たちに届けてくれるのか、非常に楽しみです。音楽は私たちにとって、感動や喜びをもたらしてくれるものです。その感動を多くの人と共有し、一緒に楽しむことができるのは、ファンとしての最大の喜びです。また、彼らの音楽を通じて、私たちは多くのことを学ぶことができます。音楽の持つ力やメッセージ、 彼らのクリエイティブなプロセスや挑戦から得られるインスピレーションなど、すべてが私たちにとっての宝物です。その宝物を大切にしながら、これからも彼らの新しい冒険を応援し続けていきたいと思います。最後に、あなたはナンバーアンダーラインイの新しいアルバムについてどのように感じていますか彼らの音楽があなたにとってどのような意味を持つのか、ぜひ教えてください。あなたの感想や期待を共有することで、 私たちのコミュニティはさらに豊かで楽しいものになることでしょう。彼らの新しい音楽があなたの生活にどのような影響を与えるのか、そしてどのような感動をもたらしてくれるのか、非常に楽しみです。私たちは彼らの音楽を通じて多くの感動や喜びを共有してきました。彼らの音楽は私たちにとっての元気の源であり、彼らの成長とともに私たちも成長してきました。これからも、 彼らの新しい音楽を楽しみながら、一緒に歩んでいくことができることを願っています。アルバムの発売日が待ち遠しいですが、それまでは彼らの過去の作品を聴きながら、期待に胸を膨らませて待ちたいと思います。そして、アルバムがリリースされたその日には、彼らの新しい音楽を心から楽しみ、感想を共有し合うことができるでしょう。私たちは、ナンバーアンダーライン愛の音楽を通じて、 多くの感動や喜びを共有ししてきました彼らの音楽は私たちにとっての宝物です。その宝物を大切にしながら、これからも彼らの新しい冒険を応援し続けていきたいと思います。そして、彼らの音楽がこれからも私たちの心に深く響き続けることを願っています。さて、あなたはナンンバーーアダイン1 i の新しいアルバムについてどう思いますか 彼らの音楽があなたにとってどのような意味を持つのか、ぜひ教えてください。あなたの感想や期待を共有することで、私たちのコミュニティはさらに豊かで楽しいものになることでしょう。